1月3日日曜日の天気と選択指数をお届けします。まずは天気の移り変わりから見ていきましょう。日本海側や北日本を中心に雪の降りやすい天気が続く見通しです。西日本や北陸の一部沿岸部などではだんだんと雨になるところも出てきそうですね。また東海地方では名古屋付近も含めて太平洋側にも雲の流れ込む可能性があるため空の変化には注意が必要です。それでは選択指数を見ていきましょう。やはり雪や雨の予想される北日本や日本海側を中心に乾かない予想です。関東地方などではよく乾くマークが出ていますね。雲が流れ込みやすい名古屋では乾きにくいとなっています。こちらの選択指数マップもぜひ参考にしてみてください。